何ですか岡田さん今日は農家の方からお便りが届いておりましたおお絵はがきまたメールであメールで届いておりますので、はい、フォームからね届いておりますのでありがとうございますラジオネーム島根の兼業複合経営農家さんまあ、ラジオネームがまず長いな <laughs> 島根の兼業で複合で経営してるとんいろんな農業をうん やってるし農業以外もやってるってことかな。果物栽培なんとか栽培とかやりながらそれ自体が兼業であるそれ自体兼業なんか楽しそうですね。島根のお住まいなんだ。佐藤さん、岡田さん、石川さんはじめまして、島根の兼業複合経営農家と申します。そこだけなんかちょっと笑っちゃうな。兼業、兼業複合農家さん、はい、あると思います。旅のラジオ自体から農作業の傍わら、楽しくラジオを聞いておりましたが。 今日ちょっと思うところがあったため初めてお便りを送らせてもらうことになりましたおやおやおや僕は職業柄本業の農作物の管理や副業である酒造り<ー>農業と酒造りをさすると都合上家を空けて旅に出ることが難しい人生を送そうだろうな品質管理とかありますからね、うん、近所を散歩するお話や旅とは全く関係のない話題など 共感できる話も多いとはいえいつも皆さん語っているような異国でのお話などは楽しみながらも自分にはおそらくこの先一生縁がないことなのだろうなとそこはかとない定年と共にラジオを聞いておりましたうんところが今回さまざまな幸運が重なりかっこ田植えが終わりブロッコリーの収穫の切れ目 メロンの定食は終わり。うん、スイートコーンはまだ収穫前など。うん、<laughs> 何個作ってんだ、うんうん、<laughs> すごいな。米も作ってるし、野菜も作ってるしね。マ、うんうん、ルチタスクだ。うん 忙しい作業が素晴らしく良いタイミングで終えて、うん、エアポケットのような休日が生じた惑星直系列的にいろんなスケジュールがパッといろんな収穫物の農業じゃなくてもなんかわかるプロジェクト ABC がたまたま空いてってその時の喜びって本当の休日の喜びよりも勝りますねそれね米とブロッコリーとメロンとスイートコーイのエアポケットはい生じたと<わ>家族とともに 1> 1泊2日の沖縄旅行に出かけることがいいいいぞいいぞ,いいぞただ農家が旅に出る際には育成中の作物から目を離すのと同じぐらい危険な問題がありますそれは農業機械の盗難ですあーなるほどね商業規模で農業をやってるのでそれなりに農機具などを揃えてはいるのですが留守中すべての農機具のセキュリティを完璧にすることは難しく。 一応、鍵のついた倉庫に保管したり盗難防止の GPS を搭載したりしているものの、うんうん、悪意のある買い取り業者に本気で狙われた場合には心もとないというのが正直で,です。いやー、マジでそういう人いるんすねー。うん、そうかー。最悪の場合には旅行中に全てを奪われている可能性だってあります。いやー、きついっすねー。 そんなリスクあるうん、でも確かに確かに、それはあるかも。数千万円分の機材を失うだけでなく、いやそうだろうだって。うん、現在、育成中の作物の収穫なども不可能になるため、万が一盗難被害に遭ってしまうと、 農家としても生産基盤のほとんどが失われいいややばいっすよこれ旅行から帰った途端に兼業複合経営農家からただの酒造りのアルバイトの人になってしまう酒造りはできる <laughs> 酒造りはいらないってことかな確かにねまあ確かにそうかもしれない、うん、けどいやーそうかそうかいやーそこまで想像したことなかったけれども、ね、確かに全部ストップしちゃう、ね、おっしゃるとおりですよだってああいう工作ねんだろう農業機械コンバインとかなんかいろいろあるのか分かんないですけども確かに、うん、そこんじゃそこらのね 汎用品じゃないだろうから、確かにお金かかりますしね。だけど確かに農地とかね、農家とかね、木小屋、木組の小屋があったりとかするぐらいだから、頑強なセキュリティなんてなかなかそんなところにお金かけられない、ね、だろうし、悪意のある確かになんか盗んで転売するやつとか、悪いやつはいるけど、確かにな少し世の中の悪意に対して敏感になりすぎているのではと思われるかもしれませんが、 実際に農機具専門の窃盗団は日本にも存在しており近隣で被害に遭った農家を密起しております。いやー保険とかあんすかね <laughs> そういうの,の対象てありそうですけどねでもまあねギリギリでいろいろビジネスというか小規模ビジネスやってるときに何に固定費かけられるかってときにそうねっていうこともあるんでしょうねあー思いのほか真面目で深刻ななんか深刻ですねいい,い,い,いいお便りというかなんかそう着眼点を与えてくれるお便りですね。えー そのため農機具の収納と施錠を行った上で外見からは家に人がいるように偽装工作を施し<ー>さ,さらに念を加えて旅行中の SNS 運用には特に注意を払うようにしましたあーなるほどね旅行中ウェーイとか言っちゃうとそうあれなんだ具体的には現在自分が沖縄にいることを察知されないようにツイートを行うのですまず旅行初日の朝5時には いつものようにブロッコリーとキャベツの収穫を行ってから、ブロッコリー収穫し,収穫してますよ、というツイートを行い、<laughs> 普段と変わらぬ農家の肉日常をアピール。ーその後、近所の野菜売り場に野菜を出荷してから、今日はこことここでうちの野菜を購入できますよ、などと重ねて農業をやってますかも、協調。<laughs> <laughs> <laughs> まだ出発前ですね、沖縄<ー> <laughs>、うん。で、野菜の出荷を終えると、 岡田さんの旅行術に習って10分で旅の支度を整え、<laughs> 沖縄に飛ぶために空港へ向かいます。<laughs> それは旅行術なのかわからんけどな。<laughs> なるほど。向かいますと。で、空港について、登場前のロビーでは、今朝、田んぼの見回りをした時に撮った写真をあげて、除草剤の効きが悪いので、防除方法の再検討が必要であるかもしれない。という胸のツイートを生ビールを飲みながら行い、農業の難しさとままならさを嘆きます。 で、沖縄について夜の居酒屋では少し仕事の猶予ができたのでちょっと遠くの沖縄料理店で一杯やってますと不適なツイート。仮に僕のツイートを分析して好機を伺っている盗賊がいたとしてもちょっと遠くの居酒屋がよもや那覇にあるとは思いもよらないでしょう。なるほど。 オリオンビール美味しかったですそこはあの嘘をつくっていうことには至らないでインテリジェンスで,そうです、ね、嘘ではないけどもちょっと真実を露骨にはってないっていう <laughs>、うん、誰と戦っているのかという思い <laughs> な窃盗だ次の日手裏城に登り降雪市場でヤギ肉を買い オリオンビールを浴びるほど飲み。うん、あ、いいね。この旅程で6杯目の沖縄そばを吸ってる間もい。うわ、食いまくってんな。一泊二日で6杯目。寒水カフ取りすぎだろ。<laughs> <う>いいですね。吸ってる間も。ツイート上の僕は居住地の天気予報のスクリーンショットを上げて、<laughs> 今年の空模様に懸念を発したりして、 農家としてあるべきツイートを行うことには余念がありません。なんか政治家みたいだな。<laughs> <laughs> 確かにあのね、あのいたとは言ってないけど、うん、居住地の天気を投げぐっていうのは本当だ。うん、だそこはルールなんだな。<laughs> この方々の譲、ね、れない一線は、嘘はつかん。ルルなるほどね。そここで SNS から行動を把握されて盗難被害に遭うのが怖いなら。 はじめから SNS などやらなければ良いのではないかと思われるかもしれません。んちょっと思った。まさに正論です。うん、ほとばしる自己顕示欲は時として家族旅行と農業、農業経営を困難にします。<laughs> 沖縄からの帰路、帰場 <laughs> で、あ、機内でこのお便りを記していますが、<ー>実際のところ家に帰って留守中に変化した田んぼの水加減や生育具合に、 病害虫や獣による作物の被害そして家や倉庫農業機械の無事を確認するまでは本当の意味で旅旅を楽しむことはできないでしょう,うたとえその間どれほどビールを飲んだとしても天空の城ラピュタのセリフではありませんが農民には土を離れてて生ききいいくことなんてできないのでんででのすさて超旅ラジオのお話を伺っていると旅の最中の危機管理現地での身の施し方がよく話題に上っている印象がありますが 旅立った根拠地のことが気になって旅行の妨げになった経験などございますでしょうかぜひお話を聞かせてください。ああ、なるほどね。そのご質問へのいい前振りでしたね。<laughs> すごいな。監視カメラがなんか遠隔で置くことはできないんですかね。なんか真面目なこと言っちゃいますけど。それはパスとかかかる。ってんじゃないかな、もう監視カメラの。それともそれたじゃ遅いと。見えないぐらいの。 あれがあるんですかねあの、たくさんの種類の機械をお持ちでで,、ね、でも、監視カメラで見てても、もう撮られたら、おしまいじゃないですか。でも、あるかどうかを確認できるから、安心できるじゃないですい安心か。だから、この方は、不安かどうかっていう、シュレディンガーの猫状態というか、この箱を開けた時にいるのかいないのかわからない状態だと、やっぱり不安はあるよね、という、これはとても共感できる話ですよね。それを解決したいんだったら、 ねうん、でずっと24時間じゃなくても、1時間に1回ぐらいそれカメラ撮ってそれ送ってくれる、でも今だったらなんかできそうな気がしますよね、普通にスマホ2台買って1台ずっとカメラオンにしといて、Zoom2 はしかて、かダメかあでも。でもさっきおっしゃったように、一の、1、ね、GPS かなんかつけてるんだったら、それを見れば安心できるのかな、わかんないけども。 まあでもあと、田んぼの水加減とかね。まあ、いろんなことはね。虫の流行り具合とか、いろいろ書いてありますから。確かにね。カメラ見れないところで、稲子とか大発生してたらやべえ、みたいな感じなのかな。<laughs> う<ん>なるほどね。ちなみに、えー、メッセージ欄もちょっと一言ありまして。はい、最近の回で面白かったのは、 ドブロックの会が最高でした。おお、あれも確か農業に関係してるのか。酒造り,りのね。実はドブロックを作ろうの本も持ってますと。何！すごい。<laughs> あの本持ってた。ええー。最近流行りのクラフト酒、うん、日本酒ね。うん、はこの本の影響をつ受けてる作り手は結構多く。へえ<ー>。マジで。えそんな始祖みたいなオリジンみたいな本だったんだ。<laughs> 尖った古い本だけではない最近の酒シーンにもつながる面白い酒シーンすごい、ね。なんか酒音楽シーンみたいな、ね、<laughs> 面白い本なんですよ。酒シーンか。<う>うん、いやーもうつくづく思うのはこういうリスナーの方たちの多様性と人生を楽しむこのなんかね深く読み取るような心とそれをこういういい文章にしたためていただける能力の高さと、ね、なんかありがとうございます本当にいつも皆さんに対しての御礼ですね。っすねやっぱいいろんな仕事の人がいるから いろんな悩みとか、ね、私もだから <laughs> だうそういう悩みはねつくとも感じなかったけども <laughs> でもこうやって丁寧にお言葉で解説されるとあ<ー>まあ確かにそれは無駄なるかなという気持ちにもなりますね。うんうん、でご質問はその後ろ髪を引かれるというか何というかう、ね、家のこととかが、うん、気になって旅行中妨げになった経験。うんうんうん 私は、まあ、あれかな、土壌を飼ってるんですね。土壌を飼ってる、ね。土壌を飼ってる土壌を飼ってるんですよ。<laughs> で、<壌>メダカと土壌と、山と沼エビとかですね、ちっちゃめのやつを飼ってって。だ一週間ぐらいだったらあんまり入れなくてもいいんですけども、餌をですね。沈下性の餌、沈む餌を与えてで。餌はでも上げすぎると逆にそれ水質が悪化しちゃうから死んじゃうかもしれないので。一応オートフィーダーっていうか、一 一日に一回ぐらいちょぼちょぼっと小さいだけのあれを与えることはできるんですけれども、まあ私はあんまり必要ないと思って買ってないんですよね。うん、だけどその子が生きてるから、土壌って結構寿命長くって、10年以上あの普通にうまく生きるんですよ。うちにいる島土壌くんも、んあの、5匹ぐらいいるんですけど、可愛い子なんですけれども、だいぶ長生き、うもう3年以上長生きしてますからね。なのでその子が旅の無事をね、まあ私の場合は出張とかだとうちの子供にあげといてねって言って、 お,ね、お願いしたりとかまあ,あの家族全員で出かけた時もまあ1週間以上の旅行ってそんなないから基本は心配しないけどでもこの方のお便りのようなほどまでね深刻感逼迫感はないから <laughs> でもペット飼ってるとそれはあるのかもしれないですね,ね大きなやつだとね、まあ、人に預けなくちゃいけないし、うん、きっとあれなんでしょうけどうちもうさぎ飼ってるんでえそうなんですかもうずっと飼ってます、ね、へえうさぎなんてでもねすぐ死んじゃう そうですね2日2日3日ぐらいですね持ってだからそれ以上の家開けるなら預け無理じゃないですかえ、うん、逆に私はそれでペットを猫とかの大きなものはもう買えないなと思いますねなんかねでも今結構あのペットシッターさんとかもいてまあ確かにね来てくれて確かにね餌やりとかをしてうさぎはうさぎでそういうそうさぎ専門の人みたいなててへえ日本ってすごいなペットホテルペットホテルとかも本当 お盆とか<ー>年末年始はもう満室でああ<ー> <laughs> そうか。この間岡田さんが歌ったヒカのと託児所の話されてましたけど、うん、ペットホテルだって確かに旅行需要に裏打ちされてそういうビジネスがあるわけか。ありますね。なるほどねじゃあそれは一応安心だと。ペットはそうですね。うん、僕はね、去年マレーシアに行った時に子供が あの、その時はまだ生まれてなかったのが、上の子しかいなかったんですけど、はい。なんかそういうこう、育児系のアプリとか、通知がなんか来たりとか、まあ、今どういうことをしてるかみたいな記録できたりするアプリがいろいろあるんですけど、まあ、そういうのはもう全部切って、生きるこうと。そう<る>そう。そ通知とかを切って、あ<ー>なんだろうし、マレーシアで例えば、今泣いてますみたいな通知を見ても、うん。どうしようもできないわけじゃないですか、僕は。そうすね。ただ心配になるだけなんで、うん,う,んうん。なんで、 ま、し、仕事の通知切るみたいな感じで、見ないでおこう、うん。ディスコネクト。したんですけど、思わぬところに罠があって、うん、あの、洗濯機ですね。えなんか洗濯機がなぜか Wi-Fi 接続できるっていう機能があって、<ー>わけわからん機能なんですけど。<laughs> はい、でも、スマート家電と、うんうんうん、そう、スマート家電。うん、スマートだから、洗濯機を回すとスマホに通知が来るっていう、うん。<laughs> マレーシアにいながら岡田 <laughs> さんの,家の今洗濯機はどういう状況にか,か報告してくれるそ,れそう,そうすごいです、ね、でそれが、まあ、いつもうちは夜寝る前に回すんですけど7時とか8時とかはいそれがなんか深夜とかに回ると、うん、いやこれ子供が入って <laughs> 回してんじゃないかとかあ<ー>なんかこぼして <laughs> 回してんじゃないかとかああイレギュラーな時刻の洗濯機を回しましたっていう通知が 不安を心に、そう。曇りなき空に、一点の、シミが、そあれそれは洗濯機。洗濯機。洗濯機が、<laughs> なるほどっていうのはちょっと、へえ<ー>。これはね、家電がつながるとよくないなっていう。へえ<ー>。逆になんか、そうか、そういうスマート家電のエピソード面白いっすね、なんかね。 そういういの僕、全くやったことないから役に立ったことは今のうちもあの、<laughs> NintendoSwitch の見守りスイッチっていうのがあって、うん、この暗証番号が間違って入力されましたってのが仕事中にいきなりパリッとか出てくると、ですねあ<ー>あのつまり3時間以上は1日遊ばないようにしててもう、うちの子供がトライしてくるんですよ、<laughs> それをワンチャン狙って。でいやいや、失敗しました、失敗しましたとか出てきて、<laughs> こらって言って、<laughs> やめろとか言って <laughs> 言うんだけど。 オフにしたやつとか、ね、不正ログインじゃないかって、ね、そう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 まあ不正の前うちにねつないでるやつだからね <laughs> 不正はさすがにないんだけど、まあ、でもチャレンジしてくるやつがいてねじゃあもう見守りスイッチ今日一日オフにしようみたいなこと言うとスーパーマリオの音楽がスマホに流れるんですけども、うん、そうそれはちょっとだけそれぐらいかなあの家の動向がつながってくるって、うん、まあ一応一っ一短だけど面白いですねそういう味わいが。<laughs> そ<う>うん それはそれぐらいかな <laughs>。<laughs> 人生をかけた妨げは <laughs>、うんうん。でもそうなんですよね、だからやっぱり旅ができるは、非日,日常っていうのは旅そのものだけじゃなくて、日常から離れられるある種、権利とまではないけど、ね、一応そういう自由を得ているっていうのは、誰しもそうじゃないんだよっていうのは、自戒したいですよね。うん、子供の話もそうですし、うん、そういうね、確かに職業的にそうですしね。私自身も ねえ仕事の関係の縛りで、やっぱりあんまりめちゃくちゃなところには、この瞬間には行けなくなってしまっているんで,で、すね報告しなくちゃいけないとかですね、まあ、いろんなやっぱりね、方がいますよね、例えばインフラ関係ね、やられてる方とか、そうね、う事,故が事故とか地震とか、何か災害が発生したら、ね、何時間以内に、ね、駆けつけなくちゃいけないから、500メートル以内、ね、何キロ以内、5キロ以内とかぐらいに、まず住居を構えなくちゃいけないし。<laughs> もっと苦しい、大変な厳しい責任のある方は、もう、飲み会とかも、もう、ね、大事な場所より遠いところは、もう、行っちゃいけないんだと。だ近くでしか飲めないと。すべ、うん、ての行動制限が、この、制限されちゃうわけですよ。ちょっと静岡にとか言えないとかですね。あとは聞くのは、あの、常に大変に偉い人からの連絡を、 絶対に10秒以内に取らなくちゃいけない電話をですね、取らなくちゃいけないという身分の方とかは、その、ビニール袋に携帯電話を入れてですね、で、水泳で泳ぐとかですね、<ー>お風呂に入ると。なるほどね。 で、睡眠時間もできるだけ薄い睡眠に仕上げていくと。うん、つまり動物とかと同じで、その鹿とかウサギとかが、あの、狙われた時にビクッたってすぐ起きていられるように、うん、そういう睡眠ができるように自分を訓練するんだよ、サトルくんとか言われてですね。うん、はい、と。社会人2年生ぐらいの僕は、<laughs> はいとしか言えないんですけど、サトルくんこう言われてですね、はいと言ってですね。でも、私は、 っっっって言ってて言その方おっしゃってたんですよね、はい、あの言ってたのはでもやっぱりその働きすぎてその方はあの意識混沌というか病院に担ぎ込まれてしまって点滴を打つというかもう動けなくなってしまったんですよ、うん、あの働きすぎたから24時間365日だけどその血液かなんかので緊急手術みたいなことになってしまってですねでもその時も傍らに携帯電話を置いて、うん、でその携帯電話が その意識がなくなく寸前になったらしいんで、すよあ<れ>でと取るぞってこう電話をもう取るわけですよ。はい、反射神経、もろ反射みたいな感じで、ね、はい、赤ちゃんのもろ反射みたいな感じで、通りに行くんだけど、はい、何しろ神経の問題が起きてるから、腕が動かないという中で、その麻酔というか、意識を失わせるための薬が体内に注入されていて、動けなくなってしまったまま、意識がなくなったというのが、はい、これが。 我が人生の一番の悔いだったよ、サトルくんとか言われてですね。あ、その後回復されたんですね。回復されたのの。よかったよかった。<laughs> だけど、電話が取れなかった、うん。というのは通恨だよと。<laughs> これは岡田さんから最も距離のある方かもしれないですね。<laughs> うん、そこで、ルくんって言われてですね、はいと言ってですね、はいと僕も申し上げてですね、かける言葉が見当たりません <laughs> 僕も申し上げてですね、あのー、いるんですけど、そういうインフラ関係とかですね、<laughs> まあ、そうね。いう責任のあるお仕事をされてる方はですね、うんうん 超旅ラジオにお聞きの方ね、いらっしゃるかもしれないですけども、勇気づけられず、日 <laughs> 本何言ってるのかからなかってきたんだけど、<そう> <laughs> あのー、ぜひですね、うまいバランス、心のバランスを取ってですね、このラジオを聞いていただければと思いますので。この方はでも超、なんか、楽しみつつやられてていいですね。そう,そうですね。<laughs> 嘘を扱わず、ギリギリのバラインの追悼させ確かにそれは <laughs> ゲーム性というか、うね、自分に対してそういうルールなわけなんですね。<laughs> うん、確かにね。 ツイートしなけりゃいいじゃんとかそんな野暮な薄い <laughs> <う>なことは言うんじゃないんだと <laughs> ちょっと遠くの沖縄においてるんです、うん、確かにね、うん、その島根の県業複合農家さん、うん、ありがとうございましたありがとうございます <music> 超旅ラジオ今日のお別れはトココーナー世界の音 <お>より、ラジオネーム、マリさん。マリさん聞き馴染みのある名前、うん。よくいただいてますね。ありがとうございます。サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。LBC 観光案内所でも質問をさせていただいたんですが。あ、つまり会員の方ってことですね、はい。会員内でね、こう、おすすめ、行く場所を言ったら、そう、おすすめスポットとか。そう 人力観光案内所みたいなことを、ね、今200人ぐらい会員がいらっしゃるロストバゲージクラブでやっていると、うん、そこで質問したんですがゴールデンウィークはキルギスとカザフスタンうわ確かに質問をされてましたねいいっすね、うん、こうしてました、はい、キルギスでは首都のビシュケクからバスに5時間ほど乗って5時間 石くくる湖という大きい湖。へえ<ー>。かっこちなみに大分県と同じくらいの大きさ。でか、湖。<え>大分県。<ー>そうなんだろうな。<laughs> あのあたり。うん。コーカサス中央アジアうん。2キー湖畔にあるトン村というところのゆるとキャンプに泊まってきます。トン村って何村ってこと村。ああ<ー>。キャンプがいくつかある以外はほぼ何もない集落なので、自分が出す音、 例えば散歩をして砂利を踏みしめる音以外の音が聞こえない世界で大変癒されました。すげーいいっすねたまたま同じキャンプにいた日本人と近くの滝まで行ったのですがガガーリンの巨像や味わい深いバス停を見てソ連の空気を感じることもできました。<ー>お送りした音声はアルマトイで録音したものです。ビシュケクもアルマトイですが5月9日が戦勝記念日なので街全体が湧いていました。アルマトイの パンフィロフ広場には第二次世界大戦でドイツ兵と戦った28人の像があります。その前で幼稚園くらいの子どもたちが軍服風だったり制服風だったりさまざまなお揃いの服を着て団体でカールガール写真を撮っていました。その広場で爆音でかかっていたカザフスタンの歌を送ります。<laughs> <laughs> さっきの静寂なインストローとはんと最初、静寂な最初ですね。静寂な街の音が送られてくるかと思いきや、<laughs> 爆音のカザフスタンの音 <laughs> いや今日はそれでもわり、ね、とても耳にも残るメロディーで、日本に帰ってきた今も頭の中へ再生されてしまい困っています。合唱に合間に聞こえるマダムの話し声は幼稚園上。 印刷するマダムが何かを厳しく指導する声です何かを厳しく指導する声 <laughs> いいねなんかいいねよろしければお聞きくださいはい PS ビシュケクからポストカードもお送りしたのですが届くのがわからないのと大したことを書いてないのでスルーしてくださいあそれが今岡田さんのお手元にあるああこれはどこのこれもビシュケクピシュケクのポストカードか,かポストカードをいただきましたいいす,、ね、すごいきれいな、ねうんうんうん、絵で このポストカードは微斯クのチェムデパート横の広場でも書いて、広場で書いています。先ほどバザルで音を録音してきたので後ほど送ります。このさっきのす,すごい <laughs> なんとメガハガキプラスこういう音も送ってくれるでございます。のためいとこかなはい。ヒルギスののどかでいい場所です。今回は一人旅なので時間があれば本読んでます。一人旅いいなそういうとこにな 普段はミステリーを読むのですが旅行中はエッセイを多めですあまり深く考えたくないからでしょうか、うん、お二人は旅行の時に読む本はありますかそれではう、ねうん、私もエッセイいいですねああ、うん、キルギスのいいなキルギスに行ってエッセイを読みたいですねいいっすねということで、はい、カザフスタンのアルマトイで撮った爆音のカザフスタンの歌でお別れします <laughs> ありがとうございました <laughs> 平素よりり旅ラジオおききいいただきありがとうございます本来であればですね、ここからお送りいただいた音源、カザフスタンの広場で流れるカザフスタンの爆音の音楽と、そして演じたちを叱りつけるカザフスタン人の声が流れる予定だったんですけれども、アップロードしようとすると、この広場で流れている音楽が 何か著作権上の問題が生じるというアラートが出てしまったためにこちらめちゃめちゃいい音源だったんですけども泣く泣くカットすることにいたしました、えー、代わりにですねこの回の概要欄にこちらのカザフスタンの歌この公式リンクを見つけましたのでそれを貼っておきますそちらでカザフスタンの歌ぜひ楽しんでください、えー、最後に このお送りいただいた音源を聞いたサトルと岡田のリアクションを流して終わりにしたいと思います <laughs> いいですねこれは確かにこカラフスタンの歌ですねこ,、はい、このスポティファイでこの音源があるなら <laughs> 時々聞きたいかもしれない耳に残るなこれうん。わざふすたいいですね いや、カザフスタンの今度お客さんは私のとこ来るんですけど。あ、これこのじゃあ聞かせてうん。スポーティファイでこの音源をちょっと探してみようかな、うん。一緒にカラオケで。歌って、うん、なんでお前人これ知ってんのみたいなね。<laughs> 絶対いきなり仲良くなりますよね。はじ <laughs> めましてとかって。今日はちょっと一つ音楽をご紹介しましょうとか言って。仕事の前にとか言って。うん、これ来たらね。しかもなんかこの叱ってるあれでも、もちろんカザフスタン人の人はわかるから。うん、俺も爆笑するでしょうね。 何やってんの宿題やってないでしょみたいな。<laughs> <laughs> なんかバックでなって。幼稚園児たちにね、いいね厳しく指導してる。うん、いいっすね。素晴らしい。これは貴重なもの。ありがとうございます。ありがとうございます。